んこんにちは、ハリーです。ボーティーロッシュ楽しいガイ特権なんですけれども、トゥエットピッコクじゃ、今このキャラ本当にマジで使ってみてください。さっすがっていこう。今ですね、サムネタイトル見ていただいたら分かる通りですね、玄関境強いキャラクター言えます。それがこちら、カルガランです。ありがとうございます。マジで強いのよこのキャラクター。あのね、なんか視聴者のみんなからコメントいただきまして、いやなんかこのキャラクターいいですよと、カルガラいいですよとかね、他にもいろんなキャラクターもらってるんだけど、いやカルガラ使ってみてくださいって声が一番多くって、いや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 、そんなだってもうカルガラなんてロジャー環境が終わった後もうね、セービーも登場して終わったんだからこのキャラクターと思って使ってみたらめっちゃ強いの。びっくり、本当になんかもう驚くくらい強くって、こんな強かったの今このキャラクターっていうくらい。なのでちょっとね、カルガラ使ってみてくださいという動画になってます。まあでもカルガラがね、なんでこのキャラクター強かったかっていうのを簡単にまとめていきたいんですけど、まずこのキャラクターがそもそもいなくなったのはなんでだったかっていうと考えてほしいですよね。そうするとね、まあわかるのはセラフィムなんですよ。セラフィムって同属性なので状態異常入っちゃうんですよね。カルガラが状態異常を防げるのは得意属性のみになってるので、まあ、黒属性と赤属性なわけよ。だから S 山とかに対抗してたりね、あとカルガラより前に登場してたロジャーに対抗してたりとか、オリンちゃんとかもそうだったよね。赤属性のキャラクターに立ちに対して強かったです。まあ、そんな感じで得意属性は防げるんだけど、同属性の青属性とか緑属性のニカの感電とか、白ひげのね白属性の振動状態とかには弱かったわけよ。だからちょっときつかったよねって話だったの。ただ今さ、昔に比べてセラビブがそんな多くないわけなんだよね。今誰が多くなったか、そうウタちゃんです。このウタちゃんが多くなったことによって、黒属性だから得意属性で状態異常も入らず、なおかつめちゃくちゃ強く出れるわけなんですよね。カルガラの特性ご覧ください。ダッシュされ始めると攻撃力 15% 75% まで最大で増加していきます。これがめちゃくちゃ合ってるのよね。でしかもこのキャラクター、スキルで敵に攻撃をすると与えたダメージ回復するし、特性で KO 回復っていうのを無効化することができるんだね。これ注意なんだけど、1体を無効化じゃないのよ。だからシャンクスとか KO できないんだけど、回復するっていうロジャー船長とかも無効化できるし、それだけじゃなくてね、得意属性に攻撃をされると防御力も上がるんで、なかなか死ななくなります。ウタちゃん割合ダメージを攻撃を打ってくるんだけど、パラメータ増加上的に攻撃を受けた割合ダメージは 30% ね、被ダメージ減少されるんで、まあ、ほとんど食らわないですよね。という感じでですね、今ウタちゃんロジャーがまあまあいるんで、めちゃくちゃ強いです。まあ、ただ、まあ、気をつけなきゃいけないキャラクターは結構こう今、例えばまだ環境にいるねシャンク、このキャラクターめちゃくちゃ嫌です。もうはっきり言っちゃうとうざいキャラクターです。このキャラクター1で耐えるっていうね、カルガラの特性無効化してくるんで、これはやばいですね。あとルッチです。ルッチのね爪痕状態食らっちゃうと、スキル2のあの長押しスキルの方が使えなくなっちゃうんで、強制的にリリースしちゃうわけよ。ヒューンってね。だからちょっとこのルッチ対面はねちょっときついのよね。まあ、ただゲッターなんでね、アタッカーのカルガラとしては軽くも入るんで強くいけるよね。であとね、青属性だから緑属性のジャブラーはねちょっときついんで、まあ、頑張んないといけないかなって感じ。これ PS 必要です。あともちろんねセラフィムに対してはきついんで、ちょっとこれは難しいかな。ということで、まあ、今いける環境キャラクターまとめてみたところ、まあ、X レビー外からの攻撃でいけるし、ウタちゃんいけるし、ロジャー船長いけるっていうことで、この3人を重点的に見れれば十分かな。あとブルーノとかもそうかも。旗握っていうブルーノとかはねスキル2でガンガン押していけるんで、めちゃくちゃ通用するんで、まあ、この4体に対して、まあ、強いっていうことで評価できるんじゃないかなと思います。ただまあ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 落ち着いてみた時にね、まあ、他のキャラクターたちが強すぎるんで、環境ランキングとかにはねちょっとさすがに入ってこないんですけど、まあ、ただワンポイントはワンポイントどころか、ウタちゃん、ブルーノ、ルフィ、ロジャーってね4人のゲッターたち強いよっていうのがめちゃくちゃいいので、ぜひこのゲッター対抗として使ってください。そしてぜひねこの動画見てってください。早速やっていきましょう。さあカーカーです、やっていきましょう。まあなかなかですね、僕このキャラクター使ってくださいとかっていう動画出さないと思うんですけど、このキャラクター含めてあと2体くらいいます。はい、強いキャラクターが、ぜひですねそのキャラクターの動画見てってください。もうマジで強いのよ。なんか紹介するんでね、あ危ない、ナイス消費へ。さあじゃあ後ろにウタがいんのか、珍しいな。てかさ、ウタさディフェンダーで立ち回る人多いよね。まあ相手今そっかセラフィムいないからか、なのね。はい、これは見え見えじゃないか、ダウンさせ、ナイス。さあウタちゃん KO と行きたいところではありますが、まあ、味方ちょっといないのよね、いないのちょっとまずいんで、うん、
何やってんのかな。鳥焼き焼き鳥になってるぞお前。ここワパーいいよ、いいダメージよ。まあ、逃げてくんないと軽く上がんないんでね。今ちょっとウタちゃんがあんま逃げてくれる、立ち回りしてくれてるわ。今立ち回りしてくれたわ。はいはい、カボチャも効果力でいけるんです、いけるんです。やばいでしょこれ、強すぎて。一回隠れて、はいはい、ナイス、はいナイス。このね、ぐるぐる回ってる時はスキューニが対応できるんで、ここね、はい強いよ、はい強いよ、逃がしませんよ。めちゃくちゃいいでしょこれ。逃げれで、ワッパー、まず逃げれで、くそ。うまいうまい、なんどこ行ってんの、やばい、これ逃げられる、あーやばい。ちょっと待って、やってくれやってくれやってくれ、ロジャーやってくれ。まあ、ちょっと待って、こっちクッション見ろ、クッション見ろ、クッション見ろ、はいここ、いやーバリアダメージ食らっちゃった。いやまあ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 、ひらめじ減少できるから大丈夫で、体力減ってるから大丈夫。はいここナイスロジャー、ありがとう。まあでも俺の見せ場が取られちゃったね。まあ全然いいんですよ、こんな感じでもうやられる心配がないっていうね、本当に。これ外からいけるよ、外からいけるよ、ロジャーいけ、ロジャーナイス、ロジャー強っ。俺全然評価しないんだけどな、ロジャーロジャー強っ、マジか。はいここ、はいロジャー船長も、うわっバン、よいしょ、これよこれマジで強っ。いや本当によね。で赤歌も状態上入んないね、ぐるぐる回しておくだけ。はい強い、もう火力上がりきってるよ。いや軽々いいでしょマジで。どういった、どうみんな、マジでいいでしょこれ。一回これ下行くか、下行って裏取られてるからこっち見ておいた方がいいんじゃない。ナイスワンパン、まあ、カボチャも全然大丈夫、軽がるよ。ナイスありがとう、任せていいよ、俺俺任せちゃっていいよ、ありがとうね。はいここはいここ、はいはい、強すぎ、はいもうやばいのよ、ウタちゃん対してほんと強いのよ、マジでみんな使ってほんとに強いから、このキャラクター今で、ウタちゃん来てもね、全然スキルに回すだけでぐるぐるしておくだけで困んないんで、いや強いね。てかうちのロジャー軍団が強いな。いやどうしよっかな、まあまああとね3試合くらい取っていくんで、まあ、全然活躍できる試合はありますよと。あーいいんですか、それ握っちゃっていいんですか、もう終わりよこれ。はい、出したー、軽々強い。やばいわ今の環境、めっちゃ刺さるよマジか。1戦目やっていきましょう。まあなる程度分かってもらえたと思います。まあ歌に対して強いで、あとロジャー船長、まあこのね歌が増えてるんで、まあ今はめちゃくちゃ強いと思うんですけど、まあこれは仕方ない、これは仕方ない、これはもうどうしようもないんで、まあ、これはこういって、はいはい、とぐるぐる回しておくだけ。ナイス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 、いいダメージ入ってるけどね、やっぱね火力上がんないといけないんでね、敵虫突っ込んでくるような歌がいるリーグは、まあ、めちゃくちゃいいのかなと思いますね。まあ、それ以外はねちょっとこうやって溜めてくるんで敵が、まあ、そうなってくると結構きついんで、はいそうやるよね、そうやるよね、はい逃げるよね、それ逃げるよね、はいはいはい、いいですよいいですよ、全然いいんで全然いいんで、こうこう、はい OK 全然大丈夫ですよ、はいこうこう、はいどうした。いやもうこういうことよね、遠距離もいい、お前が一番無理、お前が一番無理、一番無理、ちょっと待ってくれ、無理無理、しかも回復まぶれ、無理マジで無理マジで無理、やめて、すごい目をつむるじゃんこのちゃん。若い目をつむるなって言って、一番目つむった思いだからな。どうしよっかなこれ、こっち行くしかないよね、まあ、ルッチを対抗するしかないのかな。いや間に合わないなこれな、一回ぐるんぐるんしとこうか。あーいいダメージ入ってる、1万9000か、まあ、いいダメージ、影攻めこれ与えられても大丈夫なんだよね。はい、交互、いやまあ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 、これ任せてほしいな、任せてほしい、1、2、OK だぜ。裏取られてるね、シャンクスか、また回復できない、シャンクスきついな、本当に。あれ、歌守ってくんないと無理なんだよな、歌やってくれ、やってくれ、やっておしまい、やっておしまい、歌、まあいいダメージやってるよ、いいダメージ、こっか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 、ナイスダメージ、1位になったよ、歌ちゃん、やっちゃって、やっちゃって、危ない、俺無理。やっちゃって、やっやっちゃって、ちょっと待って、俺たち、これ向こうどうする、どうする、どうする、裏を取られてる、まず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 、こっちを見ながら、ねえお前下行くんかい、どうしよう、やぶれ、若い目をつぶるなお前は、お近く読んだよ、オーケラキャ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 、いいダメージやって、いいダメージやって、でこれしっかりとジャスカイするよ、ジャスカイするよ、一回逃げて、オーケー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 、やぶねえ、マジであのシャンクス怖え、めっちゃ若い目をつぶるシャンクスだな、はいここ。ナイス、さあ、ウタちゃんは全然怖くないんだよね。シャンクスがマジで怖い。まあ、シャンクス、まあまあいるからな、今な。いや、どうしようかな、これ、本当に。いや、そっちから来るよね。ジャブラーも本当に逃げてなんだよな。あー、まあ、危ない。
で、これ構えてくるよね、会議したらもう構えたら終わりですよと。全然大丈夫、1体だしね。じゃあスケッチは無理、これ無理無理無理、まあ、トリガーシュート割ってからスケッチかな。はい、割った。で、回避回ってここやばー、こうなるよね。ちょっと待って待って、無理、いや早く KO しないと、いや早く KO しろ、早く、おい逃げれ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 、裏取られるから逃げれ、こっち誰か来て、あよし、さあ、頑張っていきましょう。いや、まあまあまあ、いい試合取れてるんじゃないかな。まあ、結構ね、負けるときもね、ありますよ。それはアタッカーですからね。まあ、ただ、まあ、KO できてね、勝てるっていう、制圧力が今、武器というか、めちゃくちゃ刺さってるんで、なんだ、その時。まあ、ここ。いや、まあ、ウタちゃん突っ込んでくれるね。突っ込んでくるウタは全然得意ですよ、と。はい、いけます、いけます、いけます。ウタちゃんが裏行ったか、まあ、こっち来た、そうだよね。いや、俺ここのルッチ見るしかないが、まあ、ウタちゃんお前ゲッタになっちゃダメなんだよな、守るときに、守るときにね、スキルに使うとね、ゲッタになっちゃうとよくないよ。ど、当たんねえかい、でも任せる、もうあれゲッタでしょあんた、マジか。ちょっと待ってね、ウタ使いの人みんなよろしくね、ゲッタモードで守っちゃダメだよみんな。ディフェンダーやばい、お前は無理、お前が無理、お前、お前無理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 、あー70倍以上やか、旗抜けないのか。オッケーオッケー、まあ悪くないよ。一回かぼちゃ割れ、まあ、効果力になればね、かぼちゃ割れるんだよ。ただ握られてないから逃げてほしいまである、逆に。どうするこれ、ウタがいるじゃん、ここここダウンしとけ、ナイスナイス、まあ火力落ちちゃうけど、まあいいでしょう。はいはい、からの、はいからの、こう、いやダメじゃんね、いやこれがね、アタッカーはきついってことだよね。セラフィム対抗できないよね。ナイスの、じゃあどうするかな、これどうするかな、ナイスありがとう。いやいいね、旗握ってこいよクローザー。どうしよっかな、これ絶対ウタ突っ込んでくるよな、見ててねみんな、突っ込んできたウタは全然怖くないよこれ。はいはいはい、で逃がしませんよ。いやいいダメージ入ってる、コウコウ、いやいいダメージ入ってるけど、今のはロジャーか、ありがとう。来るか、はい、ナイス、おい強い、いやまあやっぱカルガラがいいね、やっぱカルガほっといいね、みんなマジで使ってほしいよ。いやロジャーは無理なんだけど、無理なんだけど、使っても敵、無敵使わねえ、なあ使わない、ギャッ、オーケーナイスワンパン、もう火力上がりきった、いやーよし無双モード入るよ。いやーほんとに、でルセアにね、攻撃しないようにしないといけないよね。もらってもらって、通常は OK よ、スキルで攻撃しちゃダメね。いやそこだけ注意して、ハリー注意、裏にルッチいってるよ、見えてる見えてる見えてる、いいよいいよ、ここオーケー、よし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 、いやいい感じいい感じ、やっぱカルガラいいね、使いやすいね、このキャラクター。まあ分かってるからね、どうキャラクターに強くてどうキャラクターに弱いかっていうのがね。いやルッチがこっち下から、あー来てんな下からね、あロジャー行く、オッケーありがとうあのさ、あるあるだよねこのステージね、降りれないっていうねどうしようかな、いやそっちは任しまして、俺ここ行っか、あのね一番苦手かもしれない、ニカが、いやわかんない、でも緑属性だからね、金返っちゃうしね、勘でもやばいんで、ギガントを使ったやばい、これましっかり回していく、しっかり回していく、いつもよりも多く回っております。来いここ守れ、みんなで守れ、いける、守れ、けいいよ、力がない、サブ耐久ラストいきます。どうですか、軽々いいよね、マジで、いやー本当に使ってほしい、今ねめちゃくちゃ楽しいよ。まあ、ルッチとかちょっと苦手だからね、ルッチもいいとかで、あのルッチ2いるじゃん、相手あれが、まあウタ2とか、まあ、そういう環境、ウタ2ロジャー1セラビム1とかだったら、まあ、めちゃくちゃ刺さるんだよね。だからそこら辺かな、いやマジか、無敵か、まあ、2分21秒にあれが出るんで、エステットのね、はい、姉が出るんで一回回復して、いやー無理か、ここ一発やるだけ、いやまあ全然ダメだな、まあ、これはもう離しても大丈夫なんだよね、なんだっけ、爪痕状態であると完全にね開放的になる。待って、いける、待って、いただきます、いきましょう、こっからが 100% カルガーです、見とけ見とけロジャー、俺の力を見せてスキューにワンパンするかな、あいつ見とけ、ちょっとどっち行ったか、ロジャー成長ワンパンじゃー、9番はいく、ここ、いやなめるな、このガルガルのカルコ、いやちょっと待って、いい感じでダメージ与えられてるけど、こっち行くべきかな。さあさあさあ、立ち回り上ね、機動力あんまないんでね、ちょっとそこも注意したい。ロジャーは、あーそう奥のよね、ウタちゃんね、はいはい、でも火力上がってくるから、カボチャは3発4発5発くらいで終わるんじゃないか、このカボチャ。ただこっち守んなきゃいけないね、
セアビもいないんで、俺がここ守るべき。ナイスナイスナイス、見とけ。通常撃ったらいいよ。はい、ここオーケー。まあ、通常撃ち終わりが強いよね。まだか、1分くらいだっけ次出てくんの。はい、ここはい、ここはい、ここ逃がしません。強すぎ、やばい。来た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 、いただきます。よっしゃ、行くぞ。パワーアップ、アホ肉行くぜ。まあ、ドルッチ来た。オッケー、全然大丈夫、海域大丈夫。はい、ここからのこう、強すぎ。これはもう任せろ俺に。いける。はい、22000、通常で6000。ちょっと待って、いけるいけるいける、全然大丈夫全然大丈夫。上行くか、あいつ上行きそうな。いや、上行くか。セアビもいけるか。待て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 、ここは俺任せとけ、任せとけ。ナイスワンパー、カボチャもすぐ消える。やばい、これもそっち任せて、俺こっち行くべきか。やばい、俺こっち行くべきかな。上行くべきか。オッケー、ロジャー行くわ、任せろ。俺がこいつを消します。はいはいはい、カナモン、はい、よく逃げた。いやー、どうするか、逃げられるよね。まあ、ただ大丈夫よ、全然大丈夫、落ち着いていこう。はい、通常。いや、うまい、それはうまい。俺こういう KO してここ取るしかない。ちょっと待って、はいはいはい、からの、はい、ここ、でここ握る。勝ちました。8000くらいいったんじゃない、スコア。やばいね、やっぱガルガラね。みんなマジで使ってください、本当に楽しいです。まあ、ただ戦うキャラ気をつけてね。ナイスー。